少し遅れてスタートしました。こんにちは。みゆきさん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。今日は初めての遠隔配信なんですよ。なので、もうちょっとバタバタごめんなさいしています。はい。始まりました。私の幸せが一番 TV パーソナリティのともみです。よろしくお願いします。で今日はですね、今日もすごい素敵なゲストさんにお越しいただいてるんですよ。もうずっと待ちに待ったと言いますか、お願いしてお願いして出ていただき、やっと出ていただけました。みゆきさんです。みゆきさんはですね、あふれる思いを伝わる言葉に伝え方コンサルタント、武井みゆきさんです。改めてみゆきさんの方から、簡単にみゆきさんご自身の自己紹介をお願いします。はい、ありがとうございます。春日さん、今日は初の試みでありがとうございます。今でなんかドキドキしちゃってます。いえいえ、ね、本来であればそちらのスタジオによ、ね、ゲストの方が来られるということで、私もちょっと気持ちだけ背景画面をちょっとスタジオっぽく本当ですね、見てみました。ありがとうございます。はい。改めましてよろしくお願いします。伝え方コンサルタントの武井みゆきと申します。はい。私はもともとですね、お話しする仕事をずっと長くしてきたんですけれども、まあ現在は企業のね、研修講師というね、まあそういったお仕事をしながら、こう、あふれる本当にこう伝えたい思いがたくさんあるんだけれども、それがなかなかうまく言語化できないとか、あとはその SNS 発信をしていくことが苦手といった起業家さんに向けて、その言語化のお手伝い、その伝わる力をこう強化する、サポートしていくお手伝いを今させていただいています。よろしくお願いします。ありがとうございます。みゆきさん、よろしくお願いします。お願いします。今日はね、なんか手元の操作がもしかしたらとてもなんか孫つくかもしれませんが、大丈夫です。容赦くださいませ。もうはい、でも気持ちはいっぱい込めていきたいと思います。はい、今ご紹介ありがとうございました。自己紹介、みゆきさん。そうなんですよ。みゆきさんは、もともとプロのアナウンサーさんでいらっしゃるので、本当にね、お話のプロのプロで、私も教えていただきたいし、みゆきさんと一緒にこの、何ですか、この話す番組をするっていうのがなんだかとても恐縮しちゃうんですけれども、そんな本当にご活躍ですよね。ありがとうございます。あとでみゆきさんのそのね、ご活動とかご活躍の様子を、じっくりお話聞く時間をまた取っていますので、その時にお話をお聞きしたいと思います。はい、まずはですね、この番組は40代50代過ぎてもずっとご夫婦が仲良くいてほしいっていう思いを込めて、うまくいってる素敵なご夫婦の方にゲストにお越しいただいて、その秘訣とか秘密をこっそり教えていただこうっていう番組です。で、特に女性の方の幸せにフォーカスをして、私はずっと活動をしてるんですけれども、その一環でこの配信もしています。みゆきさんの、ご夫妻もすごく仲が良いってお聞きしてるので、今日はいろいろお話を聞けるのが楽しみです。はい、早速ですね、バンバンとご質問させていただきたいなと思うんですけれども、はい、まずですね、みゆきさん、ご結婚されてまずどれぐらい経たれるんですか？ですね、今年の10月で32年になると思います。もうあまりにも長すぎて忘れちゃうって32年になると思います。すごいですよね。いや、もう本当にこの見てくださる方みんな長くてびっくりするんですけど、本当に毎回10年超えてるって。だからもう余裕で、要するに2人での人生の方が長いですよね、もちろん。そうですね、そうですね、はい。それがもうみゆきさんの人生であり日常になられてるわけですよね。ね、気づいたら、そういうことになりますね。だからもともとは赤の他人だったご主人様と、今ではその、
ですかね、もう全て一緒というかね、人生を共にされてる30年を超えて、うん、その秘訣はぜひ聞きたいなと思うんですけれども、はい、まずこう遡っていただいて、当時ご主人様のどんなところに惹かれて結婚を決められたんですか？そうですね、結婚するまでにお付き合いしていた期間が多分3年ぐらいあったと思うんですけれども、でそうだな、なんか当時は私まあその時フリーアナウンサーっていう仕事をしていたんですよね。で、まあ、仕事柄すごくなんていうんですかね、まあ、昭和っていう時代もあったと思うんですけれども、こう戦う、もう戦闘モードだったんですよね。なんかこう一人でその現場に行ったりとか、あとフリーアナウンサーだったから、こうオーディションっていうものがあって、そこに合格しないと仕事にならない、イコールこう収入にならないみたいな、そういう仕事だったんですね。だからなんか当時の私ってもう常に何だろう、人と比較をしていたりとか、こう人の荒探しって言ったら変なんですけれども、まあそういう目で見てたんですよ。だからこう人のなんていうのかな、嫌なところをこう見て、あの人こうだよねみたいなことを言うような人だったんですよね。でも当時の夫は私とは真逆で、人のいいところを見る人だったんですよ。だから私があの人こうだよねって言っても、いやでもこういうとこもあるけど、こんないいところもあるんじゃないみたいに、じゃあ全然同じ人を見ているのに見方が違うんだって思った時に、なんかその私のないもの、私が持ってなかったものを持ってるっていうところに、うん、なんか、あ、この人私と違っていいなって思ったような気がします。なんか遠い過去の記憶なんですけど。遠い過去。でもめちゃめちゃ素敵な方ですよね。そのお話聞くだけでも。ねえ。そうですね。なんかこういいところいっぱい見つけてもらえたら女性も嬉しいですよね。そうですね、そうですね。そのご主人様の、いいところを見つけれるような発想、視点っていうのは、歴史の影響されていくんですか？そうですね。まあ、なんかこう、私がネガティブに考えたりとか、ネガティブなものの見方をしたときに、いや、でもこうなんじゃないって言った一言が、最初はね、なんかちょっとカチンじゃないけど、こう私のこう言ったことにこう違うことを言うからえっていう時もあったんですけど、でもそういうふうに考えた方が、なんだろう、自分も楽だなっていうか、こうね、ネガティブな方向に行かなくて済むので、なんか少しずつですけれども、うん、そっちの方に、まあ、私も感化されてったかなっていうのはありますね。いや、ただきもうそれだけお聞きするだけでもすごく素敵な方なんですけど、うん、32年じゃないですか。はい、今でも、同じところが好きですか？いや、でもね、もうなんか今度逆にね、これだけ長く一緒にいるもんだから、最近は主人の方も、でもあの人はだよねってちょっとね、なんか悪い、私の変な方が映っちゃったっていうところもあるんですけれども、いい感じで中和するんですね。そうですね、うん、でもまあそれは初期知り合って最初の頃であって、でだんだんこう、まあ、結婚して家族が増えて役割も増えて、こう父親母親っていう風になってくるじゃないですか。そうするとやっぱりこう、まあ、いい意味でも悪い意味でも、まあ、ちょっと変わってくるというか変化はありますよね。で、まあ、父親になった時に、まあ、うちは息子が2人なんですけれども、なんかね、めちゃくちゃ息子が父親のことを、主人のことをなんか尊敬してるんですよ。そこの子同士というか男性同士でね、尊敬できるって素敵ですね。そうですね。だから決してね、なんか大きな声を出すとか、こう怒るとか感情的に怒るっていうことはない人なんですよね。で、私がちっちゃい頃、子供たちがちっちゃい頃、部屋おもちゃいっぱいになってね、もう10回片しなさいよって言っても知らん顔しているのが、主人が帰ってきて、ほら片せよって普通に言うだけでさーって片すんですよ。あ、素敵。本当に理想的なお父さんですね。
ねえ、ちょっと私、それが尺に触った時もありましたけどね。毎日頑張ってるのにね、お母さん。そうそうそう。うん、でそんな悩んでる方ですね。すごい素敵。なんか、すごい素敵だし、もちろんみゆきさんもね、すごい素敵だし、うまくいかないわけないだろうなって思うんですよね、聞いてると。でもやっぱり、ね、事前にお伺いしたときに、はい、そう言ってもいろんなこともあったんですよってお話しくださったんですけど、うん、そうですね、すごくこう、ご夫婦の危機みたいなことって、その30何年であったんですか？ありましたね、ありました。うん、まあ、そうだな、2回ぐらいあって、1回目がまだ子どもたちが幼稚園とか小学校低学年ぐらいの時だったんですけれども、まあ、その当時夫が自分で会社を経営してたんですよね。で会社が、まあ、ちょっとあまりうまくいかない時期があって、でその時に一瞬危機になったんですが、その時はいろいろこう例えば車を売ったりとかして、まあ、なんとか資金繰りをして一旦乗り越えたんですよ。で、まあ、そこから、まあ、普通になんとか元に戻ったんですけれども、そこからまた10年十数年してから同じような状況になったんですね。で当時はもう子どもが中学生と高校生ぐらいに大きくはなっていたんですけれども、もう今度は1回目よりももっと大きな会社の危機になってしまって、で結局、まあ、会社を倒産させるっていうか勝たすことになってしまったんですね、うん、それでもう本当にニッチもサッチもいかなくなってしまって、でまあもともとは会社のその負債で、まあ、借金みたいな感じになったんですけれども、今度、まあ、夫が代表でやってたわけだから、今度うちに個人の自宅になんかそういう電話がかかってくるようになってきて、で私最初分かんなくて電話に出てたんですけれども、まあ、私本人じゃないからね詳しいことは言わないんだけど、いかにもなんか借金取りの電話だなみたいなのがあって、うん、でもだんだん私その本当電話が鳴るたびにもうビクビクビクってもう心臓が止まりそうになってね、で半分もなんかノイローゼっぽくなってしまって、でもなんかこのまま一緒にやっていけないみたいに思って、でそこから別居をすることになったんですよね。約3年半ぐらいですかね、別居した時期がありました。本当映画の世界ですね。まさか自分がみたいに思いましたよね、本当に。幸せなミキさんを、からこう落ち着いて聞いてられるけれども、例えばそれをリアルタイムにお聞きしたら、もうそれは多分、周りの、ね、お友達とか、例えばご家族とかもミキさんを心配して、もうそれは離婚してもとかって。あれいるかもしれないですね。うん、電話ってかかってくるんですね、家に。かかってくるんですよ、もう本当に。なんか分かるんですよ、なんか声の感じで。私は言わないんだけど。そう、もうなんか本当は映画の世界ですよ。ご主人いますかみたいな感じでかかってくるんですよ。なんかでも、ご主人も多分ね、もうすごい大変な時だったから、とっても余裕がない中で、そういう決断に。なったんでしょうね。そうですね、そうですね。だから私はもう本当にその金銭的なこともあったし、精神的にも結構追い詰められて、まあ、もちろん主人もそうだったと思うんですよね。で主人はあんまりその会社がこううまくいってないことを私にあんまり言ってなかったんですよ。なぜならば言うと私がね、もともとこうネガティブに悪い方に考えちゃってたりしたので、私がすごく心配すると思ってあえて言ってなかったんですよね。でも逆に私としてはなんで言ってくれないのみたいなところもあったりして、その辺もぎくしゃくしてしまって、でまあ、私は本当にこう離婚を前提に別居したいと思ってたんですが、まあ、主人はどっかでまた4人で家族4人でやり直したいっていう気持ちはあったみたいなんですよね。うん、主人様のみゆきさんへの愛がもう最初からすごいですね、変わらない本当に素敵ですね。まあ、それだけみゆきさんが魅力的だっていうことではあるんだと思うんですけど、
なんか理想的だなと思って、うん、すごい素敵ですね。本当ですか。3年半の勉強って実は大事ですよね、やっぱり。そうですね。で、じゃあその勉強解消といいますかね、どうしてまたこう、うん、戻れたんですか。またね、そこもちょっと一つドラマがありまして、まあ3年半ですよね。で、勉強して、まあ、私が2人の息子を、まあ、引き取るというかね、息子と3人で、まあ、住んでいたんですけれども、別居してどのくらいやろう、1年ぐらい、いやもうちょっとかな、2年ぐらい、まあ、結局その別居中に今度は私のがんが発覚しちゃったんですよ。あ、もうでも3年ぐらい経ってた時かな。そう、それでがんが発覚して、みたいな感じだったんですよね。でもそれも私ショックで、なんで私こんなにね、子供たち引き取って頑張ってんのに私ががんになるんだろうみたいに思ってたんですけれども、で、まあそれで当時、まあ中学生高校生だったんですけど、私が入院する期間中にね、まあ男の子だったし、まあ子供を見てもらうために一旦一回出ていった主人がまた戻ってきたんですよね。うん。で、まあもともとね、でもマメな人だったんですよ。いろいろね、家事もやってくれるし、うん、私がこう疲れてね、夜洗い物もしないで寝ちゃうと、自分が仕事から帰ってきて台所きれいにして、朝起きたらきれいになってるとかね、なんかそういうマメにすごいやってくれてた人なので、まあ私が退院して寝たり起きたりの時も、まあ家のこともいろいろやってくれたからすごく助かってたんですよね。でもだんだん、まあ私も元気になってきて、起きていろいろできるようになっても、なんかずっと主人がいるわけですよ、家にね。そうですよね。ちょっとずつ、なんかわかんないけど、主人の荷物もまた家にね、増えてきて、で息子に私がね、ね、なんかパパね、また戻ってくるみたいだけどどうするって言ったら、まあ息子は、いや別に俺はいいと思うよって言うんですよ。でそれを聞いた時に、まあ親の都合でね、別居して、で、まあ、私の病気がきっかけで戻ってきて、でまたね、こう離れるっていうのも、ましてや男の子で思春期でもあったし、やっぱり父親の存在って大きいじゃないですか。だから、うん、またね、ここで離れるのも子供たちのためにも良くないかなと思って、でそこでね、まあ、3年半の別居を解消したっていうところがありますね。すごく大変で、お辛い経験だったけど、ご主人様にとっては、なんかちょっとラッキーだったんですね。そうか、なんか戻るきっかけにもね、なったかもしれないんですけれども、うん、そうですね。でも、まあそういう状況で一緒になったから、最初私はなんかこう、ね、今まで3人で大変だったけれども、なんか自由に、なんていうのかな、やってたわけですよね。でもそこにまた主人っていう、私がね、そのノイローゼになるぐらいストレスがあった原因だった人が戻ってくるっていうことで、すごい私の気持ちとしてはざわざわしたんですけれども、でも、まあ、私自身がそのがんっていう経験をして、死とね向き合うことで、すごくそこから自分のなんていうのかな、ものの考え方とか、こう世界観みたいなのが変わってきたんですよね。でそこからやっぱり主人に対するこう見方っていうのも変わってきたかなっていうふうに思いますね。具体的にはどういう感じだったのが、どんなふうに変わったんですか。そうですね、だから私ね、その病気になる前って、もうなんか全てが当たり前に思ってたんですよね。うん、例えば本当に生まれてきたらもう寿命まで生きるのが当たり前って思ってた矢先に、なんか自分がそんなね、がんになるっていうことも思ったから、健康って当たり前じゃないんだっていうことも思いましたし、あともう一個ね、本当に思ったのが、その病院で入院している時に、朝起きるとなんかいつも首が痛かったんですよ。で、なんでだろうって思うと、その病院の枕がね、もう硬い枕で、もう本当にね、首が痛かったんですよ。でその時に、あ、今まで家のベッドで寝れることって当たり前と思ってたけど、当たり前じゃないんだとか、ね、子供たち男の子2人でこう言うこと聞かないとか思ってたけど、ね、ご体満足で生まれてくれて、こう病気とか怪我もなく育ってくれたことも当たり前じゃないって、こう全てがね、ありがたいこと、当たり前じゃないってことに思ったんですよ。で、まあ、主人に対しても、ね、さっきも言ったけど、本当に旗から見たらいい旦那さんなんですよね。完璧なんですけど。そうなんですよね。だから私は、ね、多分ね、その夫が
友達の旦那さんだったらすごいいい旦那さんじゃないって言うと思うんですよ。でもそれまでの私は本当に95いろいろやってくれているにもかかわらず、その欠けてる5のとこばっかり見てたんですよね。うん、だから例えばその、ね、会社がうまくいかなくなっちゃって借金があるって言っても、まあ、決してほら例えばなんかあの主人のこう私利私欲で、まあ、ギャンブルとかなんかそういうね自分で作った借金ではなく、努力した結果どうにもならなくてこう、ね、借金があったとか、あとはそうやって洗い物してくれるとか、ね、でうち母がね、あの私の母が一人暮らししてるんですけれども、私がこうねなんだかんだ忙しくて行けなくても、母の日とか母の誕生日には必ずプレゼントを持って私の実家に行ってくれたりとかね、そういうこともあったのに、そこを見ずしてこう欠けてるとこばっかり見てたんですよ。でも、あ、全てが当たり前じゃないんだって、こうね、いろいろ夫が今まで私にやってくれたことも当たり前じゃないんだって思った時に、また一緒にね暮らしてもいいかなって私の気持ちがまた戻ったっていうところがありますね。こういろいろとね、当たり前がないんだってやっぱり気づけたり思えたりするのがみゆきさんの素晴らしいところでもあるんですよね。気づかない方が多分ねたくさんおられると思うので、そういうことにちゃんと気づける人だっていうこともちゃんとご主人様は多分知ってて、そんなみゆきさんのことが大好きでもう離れろって言われたら粛々と離れてまた、ね、必要とされたら粛々と戻って本当に可愛らしい素敵な旦那様だな、ね、もっと早くね私も気づけって感じなんですけどね。いやだからすごく貴重な3年半だったんですね。ね、今思えばそうですね。やっぱりあの期間があったからこそまたそこでいろんなことを考える機会にもなったし、で私がそのがんになったっていうこともやっぱり意味があることだったんだなって、それがなかったらもしかしたらもう今でもなんか当たり前って変なふうに思ってたかもしれないし、だから全ての出来事に当時はね渦中にいる時はもうなんで私ばっかりって思ったけれども、今思えば本当にそれがあったからこそ今があるんだなっていうのは思いますね。うん、あの本当にちゃんと元気になられたんですよね、みゆきさん。そうですね、おかげさまで、はい。それが本当に良かったですよね。そうですね、もうだからね、本当にね、あの、がんになったことさえも感謝ですね、本当にね、おかげさまで今、元気にいることもできるし、そのきっかけで、まあ、今、いろんなことを考えて、今の多分私がいると思うんですよね。だから本当に、あれがなかったら、また違った人生になってたかなって思ったら、うん、すごい感謝ですよね。なんかね、みゆきさんキラキラされてて、そんないろんな大変なことなんてね全然ないように見える。あったんですよ、いっぱい。まさかそんな怖い電話がかかってきてたりとか、ね、それこそがんも今はね笑っておられるけど、その治るか治らないかってなんて相当ですよね。そうですね、まさかって感じでしたからね、うん、どこかでね私もですけど自分はならないような気持ちになってるんですよね、うんうん、こんなに高確率でもう2人に1人って散々言われててもなんかどっかでねみんなそう思ってますよね。そうなんですよ。でね、私はまあ乳がんだったんですけれども、それを宣告受けた時にいろいろ本で調べて、その乳がんになりやすい人っていろいろ書かれてたんですよね。例えばあの肥満、太っている人とか、子供を産んでなくて母乳をあげたことがない人とか、あと乳製品、牛乳とかチーズとか乳製品が好きな人とか、なんかいろいろ書かれてたんですけど、私どれ見ても当てはまんなかったんですよ、それを読んだ時に。だからなんでって、で親戚とかにも別に乳がんになった人もいなかったんですよ。だからものすごいなんかなんで私がっていうのが本当にね強かったんですよね。結局わからないですよね、うん、それは永遠に。そうですね、まあ多分ね、まあ、いろんなストレスもあったんだとは思うんだけれども、やっぱりでも私はそのいろんなことにそろそろ気づきなさいよっていう、もう神様がこうチャンスをねくれたんだと思うんですよね。あ、衝撃的なチャンスですね、本当に。でもなんかそうやって捉えられるのがみゆきさんの素敵なところですよね、うん、命がけのチャンスですね。本当ですね。
まあ、でもそれでねすごくまたご夫婦仲良くなられて、最初そのざわざわされたけれども、やっぱりいろんなことを病気をされて感謝がたくさん溢れて、そうすることでそのなんていうんですかね、ご主人様への愛も復活したんですね。そうですね、だから多分ね、まあ、春日さんのご夫婦とか世間一般のラブラブ夫婦みたいにこうねしょっちゅうしょっちゅうこう一緒っていう感じでもないんですけれども、でもそれだけ私がもうね夫との心の距離が離れた私がまた一緒に住んでもいいかなって思えたっていうことは、私にとってはもう本当180度夫に対する見方が変わったんですよね。でやっぱり今まではそういうこうできてない欠けてるとこばっかり見てもう不平不満ばっかり言ってたのが、そのやってくれてることを見るようにして、うん、まあもちろんね春日さんもそうだと思うんですけど、やっぱり一緒に住んでればいろいろね同じ人じゃないからこうえって思うこともあるじゃないですか。でもなんかそこが受け入れられるっていうか、うん、認められるようになったかなっていうのはありますね。自分ってことなんですね、そうなるとね。そうですね、やっぱりね私ご夫婦のコンサルをちょっとしてるんですけれども、うん、はい、ご夫婦に問題を抱えているご夫婦がうまくなって良くなっていただくためのコンサルをしてるんですけれども、はい、やっぱりこう相手に意識が集中してしまいがちなんですね。そういう時って、ね、うん、こう自分を整えたり自分を見つめるっていうことがなかなかできなくて、でも結局今のめぐさんのお話もご自身でご自身を整えられて結局変わる、うん、現実が変わっていくっていうことなので、やっぱり自分っていうのがすごく大事キーポイントなのかなって今聞いてたら思ったんですけど、そうですね、そうだから私もねずっともう夫に変わってほしい、もうこうしてほしい、ああしてほしい、変わってほしいって相手に対して欲求っていうか要求ばっかり知ってたんですね。で私は悪くないみたいな感じで思ってたんですけれども、でもやっぱり本当にで私がやっぱり不機嫌な顔をしていれば、ね、同じ家に住んでればそれってこう伝播するじゃないですか、うん、にもかかわらずなんであんな不機嫌そうな顔してるのって相手を責めてたんですよね。だからそれを自分がまあいい気分で自分がご機嫌でいる、自分がこうね気持ちよく気分よくいられるっていうところに意識を向けると、別に相手を変えようとしなくても自然とやっぱりそれも伝わっていくのかなっていうのは、うん、感じますよね。よくほら過去と人は変えられないって言うけれども、本当にそうで、どんなにこう夫婦であっても親子であっても、ね、血がつながっていても一人の人間だから変えることはできないから、もう自分をこう本当整えるっていうところが、うん、一番大事なんだなってなんか今思います。そうですね、もうおっしゃる通りですね、コンサルの中でも割とそういうねお話をお伝えすることが多いですけども、まさにそれを実践されたっていう感じですね、みゆきさん。そしたらね、はい、喧嘩とかはされないんですか？最近喧嘩とかはされないですか？そしたら、そうですね、で今ねもう子供たちが独立して家を出て夫婦2人で今生活をしているんですよね。うん、で今まで前の私はもう子供が家からいなくなったら結構子供を介して会話をしてたみたいなところもあったので、もう子供がいなくなったら絶対2人で生活するなんて無理って思ってたんですよ。もう絶対喋んないだろうなって思ってたんですけど、不思議なことになんか今子供がいなくなった方が前に比べて会話もするように、会話の数も増えましたし、まあ、2人だからね、じゃあちょっともうご飯食べに行っちゃおうかみたいな感じで外食することも多くなりましたし、そうですね、だから喧嘩も、うん、なんか前みたいにツンツンこうプンプンしながらっていうのは、うん、なくなりましたね。本当に理想ですね。素敵ですね。ありがとうございます。そっか、じゃあもうあれですね、文句ないですね。ねまあ、そうだな、じゃあその、まあ、みゆきさんの心が本当に素敵でね、もらい方もすごい素敵、たくさんのことをやれるものに感謝して、いいところもいっぱい見れるようになってって、そんなみゆきさんだから、多分喧嘩にもならないんだろうし、今すごくいい状態なんだろうなって思うんですけど、
そうだな、例えばちょっと前のね、そのツンツン点検してた頃って、はい、その一緒に住まれてる時ね、はい、どうやってそれを仲直りしてたんですか？そうですね、なんかね、私も結構意地っ張りなところがあるので、うん、でね、まあ、どっちかっていうと夫は理路整然とこう私にこういろいろ言ってくるんですよね。で、私はもう感情なんですよ。で、もうだからね、喧嘩になっても私がわーって一方的になるのを夫がこう理路整然と、まあ、理詰めっていうかこうね、でもそれが私耐えられなかったんですよ。でも今思えば、あの時一緒に感情になったらもうとんでもない修羅場になってたと思うんですよね。で、まあそれをね、まあ、だからでも私はそれ当時それが受け入れられなくって、もう私は本当にもう口も聞かないでプンっていう感じだったんですよ。でそれをまあ夫が、まあ、夫も少し時間がかかる時はありましたけれども、まあ翌日とか、うん、まあなだめるって言ったら変ですけど、まあ夫の方からまあ謝ってくれたりっていうことがあって、で私も意地っ張りだから、まあ、自分が悪いっていうのは心の中では思ってるんだけど、なんか素直にごめんなさいが言えなかったりもしたんですよね。で、それをまあ夫が代わりに謝ってくれたりっていうところで、まあなんとなく、まあ、元の鞘に戻るっていうことが多かったんですけど、でも、まあそこから少し経って、明らかに私が悪いなって、まあ分かってるわけですよね、私自身もね。で、まあそこからちょっとずつ自分でも、あ、昨日はごめんねとか、あの時ごめんねみたいに、まあ本当子供みたいですけど、なんかね、少しずつ言えるようになったっていうのはありますね。いいですね。本当ね、今思うとっていうか、まだね、生きて、まあ存在してるんですけれども、まだね、ちゃんといるんですけれども、本当にね、神様みたいな人ですよね。だって普通だったら、こんな私の方から夫の方からもう別居してくれとか離婚してくれって言われてもおかしくない、こうね、そんなことはないんですけどね、してたわけですよ。でもそれをね、よくぞ耐えてくれましたみたいな感じでね、本当にね、感謝ですよね。人って男の人の方がいらないプライドを持ってる人が多いので、もうちょっとこんな大きく言ってしまうと、うんうんうん、だから謝れない人も多いし、まあ、そうですよね、やっぱりな人も多い中で、なんか逆に偉大ですね。本当ですね。かっこいいですね、その大きさが。本当、ね、やっぱり本当に優しくて、本当に強い人っていうのはね、すごく方なんだなって今思いましたね。本当ですね。もうそこがね、見えてなかったっていうね、私のね、本当こう目に穴が開いてたっていうところもあるんですけどね。旦那様をやっぱり捕まえられるのが素敵なみゆきさんなんですよね。ここですよ、やっぱり。じゃ今ね、すごいラブってか、すごくいい感じの2人じゃないですか。はい、今は何かこう仲良しの秘訣というか、工夫されてるとか意識されてるとかあるんですか？そうですね。っていうかね、私夫に対して不満を抱いてた時って、まあ、夫の仕事柄、例えばこう夜遅くて、なんか私がワンオペでね、子供がちっちゃい時育ててたりとか、あと土日もなんか出かける予定をしてたのに急に仕事が入っちゃったりとか、なんかそういうことに対して不満があった時もあったんですよね。で、私の中ではなんか家族とはこうあるべきとか、本当に例えばもう必ず食卓を囲んで家族でご飯を食べなくちゃいけないとか、すごいもう家族像っていうのが私の中にあって、でそれがその通りにならないとすごいこうイラッとしたり不満を抱いてたんですね。だから私はなんか家族って100人家族がいたら100通りの家族の形があるなっていうのを分かって、だからなんていうのかな、あまりそういう制限をしなくなった、家族だからこうあるべきっていうのを話した手放したんですね。だから例えば同じ時間家にいたとしても、なんか主人がこうなんか仕事をしている時に、なんか私お腹空いたなって思ったら、もう別に待たずに一人でご飯食べちゃったりするんですよね。なんか普通だったら待って一緒にとかなるけど、その待ってる時間に私がなんかもう早くしないかなって思うよりも、先に食べて、もう先に食べたからこれねって用意した方が主人も気兼ねなく食べれるみたいな、
かそういうふうに思うようにしたら、なんか、なんていうのかな、うまくいくっていうか、自然でいられるみたいな、うん、そういったところがありますね。本当に大事ですね。で、ご主人も別に待ってって一言も言ってないんですよね。勝手に自分がね、もう何せっかく作ったのに冷めちゃうじゃないとかね、勝手に自分が思ってるみたいな。うん、自由っていうのが大事ですね。心の自由もそうだけど。なるほどね。で、特にお子さんたちがもう自立したら自由に生きれるので、うん、あのね、これを見てくださってる方も、もっとこうね、制限を離して、手放して、うん、本当に自分が生きたいペースで生きてみるっていうのにチャレンジされてみるのもいいと思いますよね。そうですね。ね、やっぱりあのお子さんがいるときはやっぱり家族団らんっていうかね、家族の時間っていうのもすごく大事だと思うんですけれども、でもうちもそうですけど、特に男の子だし、ある程度高校生ぐらいになるともう親と一緒にいる時間よりも友達と一緒にいたりが長いじゃないですか。でもなんか母親の立場として家族とはこうとか、一緒にご飯何が何でも食べなきゃみたいに思ってると、自分がなんかこう苦しくなってくるんですよね。だからもうみんなそれぞれの時間を自由にして、でたまたま、じゃあうちの場合はですけど、たまたままあ、4人揃ったから、じゃあちょっと今日はご飯焼肉食べに行こうかとかね、そういう方がお互いになんか楽というか、うん、自由にね楽しめましたね。はい、私本当にその通りですね。本当にその通りだと思う。 500% 共感です。ありがとうございます。はい、最後なんですけどね、はい、結婚の良さ、結婚の大切さ、結婚してよかったなと思います。うん、あれば教えてください、うん、はい、そうですね、まあ、正直私ね、まあ、もちろん子供を自分が産んだ子だから可愛かったし、まあ、家族っていうのも大事だと思ってたんですけど、でもどこかでなんか家族がいなければなんかもっと自由にできるのにとか、もっと自分がいろんなことを、ね、仕事にしても何にしてもできるのにって、ちょっとその家族の存在が重荷っていうか、こう、まあ、邪魔って言ったら言葉があれですけれども、そういうふうに思ってた時もあるんですね、実は。でも、まあ、でもそれでもね、まあ、別居はありましたけど、離婚せずに32年を迎えるようになって、じゃあなぜあの時別れなかったんだろうって思うと、やっぱり私はその家族があるから安心できたっていうところもあるんですよね。もし本当にまあ、離婚とかして一人になって自由だって思っても、多分どこかでまた不安、家族のないたった一人ぼっちになってしまうっていう不安があったから、私は離婚しないで、まあ、今一緒にいると思うんです。だからなんていうのかな、まあね、お子さん小さかったり、いろんなやるべきことがいっぱいあって、あ、自由がないとか時間がないって思うこともいっぱいあると思うんですけど、でもその奥の奥の奥の根底には、その家族っていうなんか大きな、なんていうのかな、安心感っていうのがあるから、それがあるからこそいろんなことができると思うんですよね。それを感じた時に、あ、やっぱり家族っていいものなんだなっていうのを、本当になんかもう何でもかんでも気づくのが遅いんですけど、なんか今更ながらね、改めて今思いますね。で、今ね、孫もおかげさまで生まれたんですよね。うん、3人今いるんですけれども、やっぱそうやって家族が増えていくわけじゃないですか。うん、最初ね、夫婦2人だったのが、子供が生まれて、で、子供がね、成長して、今度孫が生まれてって、なんかそういうこう、本当に広がっていく、こう、なんていうのかな、うん、限りない安心感っていうか、こう、うん。で、その成長を見守ることもできるし、それが喜びにもつながるし、で、それが自分のなんか糧になるっていうか、原動力にもなったりするので、やっぱり家族は、うん、すごくね、大事だなっていうのは感じます。ありがとうございます。はい、できるから何でもできるっていう逆発想がね、もうでも本当にそうだと思うんですよね。それってみんなに刺さってると思います。うん、いや本当ですか。うん、なんかね、時間も迫ってるので、はい、のね、日頃のご活動のお話もね、お伺いしたいなと思うんです。で、写真お持ちいただいているので、その写真、はい、うまく出せるかよ。大丈夫です。あ、はい、ありがとうございます。まず、出たかね、さっき見たんです。はい。この写真を結構できるかもしれないです。チャレンジしてみます。ちょっとできなかったらごめんなさい。うん、あ、今見えてますよ。
見えてますね。この写真ね、大きくできるかもしれないんですか。あ、本当ですか。まあ、ちょっと難しい。うん、大丈夫です。そうなので、このままじゃあお話しいただこうかな。はい。そうなんです。これね、もうすでに6月の1日から開催されている人生好転ライブサミットっていう、Facebook 上で、オンライン上であるサミットなんですけれども、実はこれに私、登壇することになりまして、まあ、私の登壇日が明日なんですね、6月4日の日曜日。そうなんですよ。ね、本当前日にこちらに呼んでいただいてありがたいんですけれども、明日の午前10時から、まあ、11時ぐらい、約1時間の登壇になるんですね。で、これは、まあ、起業家さんが登壇されるんですけれども、やっぱりね、まあ、私は今回その夫婦の危機だったりとか、こうね、人生をこう山あり波谷ありっていうところでお話したんですけれども、まあ、仕事の上でもね、いろいろありまして、でそれをどうこう好転させていったか、乗り越えていったかっていうようなお話を明日させていただきますので、もしね、ご予定が合う方おられましたら参加してみていただけると嬉しいなと思います。これはライブ、はい、なんですかね、オンラインではなくて、はい、リアルのものですか？そうですね、リアルでもありますし、後からアーカイブでも見れるんですけれども、Facebook グループの中で見ることができるんですね。なので、はい、今、じゃあちょっとコメント欄にリンクを貼らせていただいてもよろしいですか？そうです。はい、じゃあ今、送りました。いったかな？これ、オンラインなので、遠い方でも。そうです、そうです。はい。そうです。あ、今2回送っちゃった。ごめんなさい、しつこく。はい、こちらね、ポチってしていただくと、まずメールアドレスを登録していただくんですけれども、アドレスの方にね、いろいろこう、最新情報が送られて、メールの方にね、最新情報が送られてきて、あとその Facebook グループにご参加いただくと、そのグループの中でね、サミット、私の登壇の様子が明日ですし、今日もね、10時から他の方があったんですが、その方のね、アーカイブとかも見れます。で、今日の方はね、介護のお話をされてて、まあ、ご主人をね、介護してっていうお話だったので、まあ、もしかしたらそういったね、お話も、こちらのね、インターネットテレビをご覧になっている方のお役にも立つのかなと思いますので、ご興味あったらぜひご登録ください。やっぱり女性の生き方に対してこう、女性の生き方とか女性のためにってことに関して、すごくこうためになりそうなお話ですよね。あと、そうですね、本当に、いろんな人生がやっぱりね、あるので、そういった方々がどうやってその危機を乗り越えたのかっていうね、まあ、何かのヒントになるのかなって思います。ね、やっぱりずっと簡単に成功してる人よりもいろんなことを乗り越えられた方のお話って本当に自分も頑張れるかもって思えるのでいいですよね。そうですね。で、まあね、旗から見てはこの人すごいな、もう最初からうまくいってるんだろうなって思ってる人でも、実はいろんなことがあってそれを乗り越えたからこそやっぱり今があるっておっしゃってる方も多いので、すごくこう励みになるっていうか勇気になりますよね。本当に、ミミさんの話もびっくりしましたもんね。ねえ、そうなんですよ。いや、楽しみですね。ありがとうございます。はい、じゃあ、お写真いきますね。はい、2枚目ですね。ちょっとお写真小さいですけど。はい。こちらはですね、今オンラインでね、私も個人でセッションとかコンサルとかさせていただいたり、まあ、講座もしているんですけれども、その時にね、一緒に、受けてくださった方、受講してくださった方と撮ったお写真で、本当にお一人お一人とね、話していると、やっぱりいろんな思いがあって、それをね、言葉にしたりとか、まあ、こういうことだよねって言うと、あ、そうなんですとかって言ってくれて、まあ、それがね、私もすごく喜びにもなっていて、なんかその方々の何か一歩踏み出すね、きっかけになるかなっていう、まあ、そんな今、こともしております。じゃあ具体的にはどういう方の応援をされてるんでしたっけ？そのお仕事、起業されてる方の、その起業の、なんていうんですか？はい。そうですね。うん。起業されてる方もいらっしゃいますし、これから起業したいっていう方もおられるんですね。で、まあ、起業している方は、すでにこう自分の何か商品とかサービスを持っている方もいらっしゃいますし、じゃあそれをどうやって、皆さんに伝えていくかっていうところだったりとか、これから起業してまだ何をこうやっていけ
やっていったらいいかわからないっていう方に対しては、じゃあその方のこう思いだったりとか、なぜそれをやろうと思ったのかっていうお話を聞きながら、じゃあこういうことができるんじゃないんですかとか、こんな風にしていったらこういいんじゃないんですかみたいな、そんなお話を、はい、させていただいてます。具体的にあの SNS のやり方がわからないとかね、うんうん、そういう方も多いと思うんですけど、はい、具体的なやり方とかも教えてもらえたりするんですか？そうですね、まあ、例えば SNS の操作、まあ、わからないこと、私がわかることであれば操作とかね、そういったところもお伝えしますし、あとはやっぱりそのこれだけ今たくさんの人が SNS で発信されているわけじゃないですか。でその中からどうやって自分の理想のお客様と出会うかっていう時って、ただなんとなく発信していたら見てる人もなんとなくで終わってしまうんですよね。だからやっぱり誰に何を伝えたいかっていう、そのコアな部分を見つけて、そこを発信していくことで、あ、なんかこの人の言ってることって今の私にすごく感じるものがあるとか、なんか私に必要なことだって思った人がその方のファンになって、何かこうプロフィールを見に行ったりとか、お問い合わせになったりってするんですよね。だからどういう投稿をしたら理想のお客様に出会えるかとか、まあ、そのなんていうのかな、具体的な操作というよりはその中身を中心にお伝えしているところがありますね。あとは、まあ、なかなかね発信できないとか、時間がかかってこう投稿できないっていう方は、その短時間でどうやったら SNS 投稿できるかとか、ネタをどうやったら見つけるかとか、そんなところもねお伝えはしてます。すごい、なかなかないですね。はい、うん、そうですね。だから投稿の内容、どうしたら伝わるかっていうこともすごい大事ですよね。うん、あ、めちゃめちゃお得ですね。ありがとうございます。はい。ね、こちらです。これは、はい。あ、これですね。これはね、もうコロナの前なので4、5年ぐらい前になるんですけれども、まあ、私ね、人にそういうお伝えもしてるんですけど、自分自身も結構そういうスピーチコンテストみたいなのにチャレンジしたりしていて、すごいなと思う。でこれはね、5年ぐらい前なのかな、スター講師誕生っていうスピーチコンテストがあったんですね。で5分間のスピーチをするんですけれども、その時に準グランプリをいただきまして、で当時の特別審査委員長が、あのベストセラー作家の佐藤伝さん、今私の隣にいらっしゃる方が伝ちゃん先生っていうね、佐藤伝さんが特別審査委員長で、まあ、伝ちゃん先生から賞状をいただいた時のお写真です。すごい。やっぱりその一歩そういうのにチャレンジするってめちゃめちゃ勇気がいると私たちなんか思ってしまうんですけど。勇気いります。どうしてそんなにできるんですか？なんですかね、私もでもすごいね、まあ、そういうフリーアナウンサーとかしてたと言いますけど、でもね、フリーアナウンサーってこう決められた原稿とか台本があって、それをこう正確によどみなく伝えるっていうところがミッションだったんですよね。で、あとはそのなんていうのかな、インタビューですよね。今の春日さんのように相手のお話を聞くっていうことも多かったので、なんかその自分の思いを話すとか、自分の何か意見を言うっていう場面は実はなかったんですよ。だからこういうスピーチコンテストって、やっぱりその自分のそれこそ溢れる思いを言葉に伝えるっていうところで、すごくね、緊張もするし、何話そうみたいなところだったんですよね。でも私はその決まったことを上手に話すっていうのは、まあ、フリーアナウンサー時代のミッションだったので、それはやってましたけれども、でも自分の本当にお腹の底にある思いをなんかこう発信していきたい、伝えたいって思った時に、まあ、これは私の一つのチャレンジだったんですよね。でこれをすることで、まあ、そこで準グランプリいただいたことで、なんかすごく自分の自信にもなりましたし、あ、こうやって話せばちゃんと受け止めてくれる人がいる、伝わるんだっていうところが、なんか自分の中でね、ストーンと腹落ちしたっていう経験でした。うん、確かに言われてみれば、アナウンサーの方って自分のことをあんまり話さないですよね。そうなんですよ、そうなんですよ。だから、まあ、自分がね、私自身が起業して自分のこう商品とかサービスをこう、ね、出すときに、どうやって伝えていいかが実は私も分からなかったんですよね。そう、そう、でそこから自分
の、まあ、棚卸しっていうか自分の思いをこうわーって出して、あ、だから私はこういうことをやっていきたいんだっていうことを言葉にすることによって少しずつ知ってもらえるようになったっていうことがあるので、なので今はね、逆にそういったことでお困りの方のサポートをしているっていうところがありますね。写真を戻しますね。はい。いやー、でも本当にみゆきさんのお話が上手でね、上手で。いや、さっきね、その、そういえばアナウンサーの方って自分の思いは離れないな、でもそこからもう今までずっと研磨されて、本当に今、なんてですかね、本当によどみなくですよね。話されてて、さすがだなと思いました。いや、でもね、私、本当に自分のね、アイデンティティがガクッと落ちた時があったんですよ。あの、春日さんもご存知だと思いますけれども、鴨頭さんいらっしゃるじゃないですか。私ね、鴨さんの話し方の学校の一期生なんですよ、実は。そう。で、あの時まだ鴨さん、落読にもいらっしゃって、で、それで入ったんですよね。で、話し方の学校なんだけれども、そんなにこう発声とか滑舌とかそういうことじゃないんですよ、鴨さんの話し方の学校って。で、やっぱりその授業の中で5分スピーチっていうのがあったんですね。で、みんなそれぞれこう自分の伝えたいことを5分でやるんだけれども、まあ、私はどこかで、まあ、フリーアナウンサーとか話す仕事をしてたから、まあ、大丈夫でしょうみたいな変なこう余裕を持って話したんですよね。でもその後話し終わった時のカモさんのフィードバックが、なんかさ、みゆきさんの話って綺麗すぎて伝わんないんだよねって言われたんですよ。で、さっきも言ったように、それまでのそのフリーアナウンサーとか司会の仕事っていうのは、ね、よどみなく正確に分かりやすく伝えるっていうのが、まあ、ミッションとしてやっていたんだけれども、だから私はそのつもりでいたんですよね。だからこう、流暢に話す練習をしてたんですけど、あ、それじゃあ伝わる、人の心に伝わらない、届かないんだっていうのを、カモさんの一言でガブイーンって受けたんですよね。で、そこからじゃあどうしたら伝わるのか。だから噛んでもいいし、言い間違えたって、やっぱり届く言葉ってあるじゃないですか。そこからですよね、私なんか伝えるっていうところを真剣に考え出したのって。でそもそもでもそこにフェイトっていう、いらないじゃないですか。本来ならね。はい。入られたってことは、奥底を潜在意識的、もしかしたらみゆきさん意識的には気づいてないかもしれないけど、こう人から抜けないとって思ってたんでしょうかね。うん、そうかもしれないですね。で、またあのね、カモさんの熱いエネルギーをこう間近で見ていて、何かここから学べるものがあるのかなって思って入ったのかもしれないですね。そしたらやっぱりそういうことでしたね。カモさん言いそうですね、それ。いいでしょうでしょう。ぐさっと言われましたよ。そうか、いや、ありがとうございました。はい、本当にもうみゆきさんのそのお話の上手さにこううっとりしてしまって、なんかこうインタビュアーが まともにできてないんですけど。いやいや、そう、もう全然。これもこれかなと思って、はい、もうあの楽しめました。ありがとうございます。はい、あっという間でしょう。もう時間なんです。本当ですね。あっという間ですね。うん、ね、いつもこんな感じであっという間に過ぎてしまうんですけれども。ね、でもすごい楽しい。もう春日さんだって全然すごいこう引き出すのがお上手なので、私もなんかペラペラ喋っちゃったんですけど、もうめちゃめちゃすごい人の気持ちを、ね。カミカミでした私。いやいやいや。大丈夫。なんか喜びいっぱいです。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ですね、次回もですね、みゆきさんのように素敵なゲストさんにお越しいただきますので、毎月第1土曜日ですね、2時から、ライブで配信しますので、ぜひご覧いただけたらなと思います。今日の素敵なゲストの方は、あふれる思いを伝わる言葉に、伝え方コンサルタント、みゆきさんでした。みゆきさん、本当に今日もありがとうございました。こちらこそありがとうございました。皆様もありがとうございます。ありがとうございます。